安倍元総理の国葬が今日午後、東京千代田区の日本武道館で営まれます。総理経験者の国葬は1967年の吉田茂以来55年ぶりとなります。国葬の会場前から中継です。はい、安倍元総理の国葬は午後2時からこちらの会場で営まれます。先ほど午前11時から参列者の受付が始まりました。国葬には秋篠宮ご夫妻ら皇族方も含めておよそ4300人が参列する予定です。国葬では黙祷に続いて会場に安倍元総理の生前の映像が映し出されることになっています。映像には安倍元総理がピアノを弾く様子や過去の首脳会談の様子などが盛り込まれているということがテレビ東京の取材で分かりました。また午前9時半ごろから一般向けの献花台が設けられていて長い列ができています。一般の献花は午後4時まで受け付けるということです。愛知県です。もう感謝しかないですね。日本を守って亡くなられたと思ってるので、安倍さんとの個人的なつながりもありましたし、いろいろ反対する人もいるでしょう。国葬という言葉が人は一人歩きしているではないかな。こちらの会場に安倍元総理の遺骨が昭恵夫人とともに到着する予定です。その後、岸田総理大臣や友人代表の菅前総理らが追悼の辞を読みます。会場での献花は午後5時ごろまで続く見通しです。